どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、早稲田大学江沢民講演会事件です。早稲田大学には、大河ドラマでも取り上げられた渋沢栄一などの寄付によって建てられた大隈講堂が有名ですよね。かつてこの隈講では、総理大臣やクリントン元大統領が講演をしたこともあるのですが、中国の国家主席だった江沢民が演説した時に事件が起こりました。平成10年に江沢民の講演会が行われるとなった時に、聴講を希望する学生は名簿に学籍番号、名前、住所、電話番号を記入した後に入場券を受け取るという段取りになっていました。すると警視庁が防犯上の観点から大学側に参加者名簿を提出してほしいと求めてきたので、大学はこれを了承し、1400名分の名簿の写しを渡したんです。大学側は、学生が大隈講堂に入場する際に、参加証と学生証を提示させて、本人確認と持ち物検査を実施し、さらに金属探知機によるチェックも行っていました。入場した学生には、場内では静粛にお願いします。ヤジ等大声を出したり、プラカード、掲示物などを出した場合には、即刻退場となりますので、十分注意してください。また、係員の指示には必ず従ってください、という書面を配布していました。それにもかかわらず、講演中に、数名の学生が数回にわたって、横断幕を広げて、中国の核軍拡反対、と大声を上げるなど、講演の妨害を行ったため、警視庁の私服警官により、その場から退場させられ、建造物侵入及び威力業務妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。その後も大学側は、講演会の妨害を理由に学生たちを欠席処分、要は口頭による注意と反省文を書かせることにしました。これに対して学生たちは、警察に無断で名簿を渡すなんて、プライバシーの侵害だ。肉体的精神的苦痛を受けたから、損害賠償を払え。欠席処分は無効だ。そして謝罪文の交付と刑事を要求する。と、不法行為を理由に大学を訴えたのです。ちなみに、不法行為の根拠条文は709条です。早稲田大学の言い分として、学生らが横断幕を掲示し、大声でやじることをあらかじめ申し出ていたのであれば、入場を断っていたはずであり、学生らは不法な目的で講演会に入場していた上で、学生らの行為は、江沢民主席を侮辱し、大学の主催した講演会を威力によって妨害するものであった。だから警察官に逮捕されても違法性はないし、大学は逮捕に協力、加担したこともない。また、国賓を招く上で、外務省、警察、大使館など、複数の関係機関と連携して運営する必要があり、大学では国賓の安全を確保するための万全な警備、警護を単独ですることができないので、警察を頼らざるを得ず、名簿を警察官に提出した行為は正当な理由に基づくもので、不法行為にはならない。参加申し込みの際に、学籍番号、氏名、住所、電話番号のみの最低限の情報しか載せてないので、保護の必要性も低いはずだ。これについて最高裁の裁判官は、学籍番号、氏名、住所及び電話番号は単純な情報で秘匿する必要性は高くない。しかし、本人が望んでいないにもかかわらず、他人に開示されたくないと考えるのは当然なことなので、早稲田大学は、あらかじめ警察に個人情報を開示することを明示しておくべきであった。それをしなかったので、プライバシー侵害となり、不法行為上の損害賠償責任を負う。この点については、東京高等裁判所に差し戻す。差し戻された東京高等裁判所は、早稲田大学は、学生一人当たり5000円の慰謝料を支払えと命じました。このように氏名、住所、電話番号
本人の許可なく勝手に第三者に提供することがプライバシー侵害になるということ。また、一度個人情報が他人に渡れば完全に消去することが難しいので、すいませんでしたという意味での慰謝料が5000円だったというところも非常に興味深いですね。以上、エンタメ法学でした。ではまた。